j o イルミルズは味の素サラサラキャノーラ油など家庭用の17品目を4月1日に出荷する分から 1kg あたり30円以上値上げします。また日清オイリオグループも家庭用の日清キャノーラ油など23品目を 1kg あたり20円以上値上げします。食用油大手ではすでに昭和産業が キャノーラ油など6品目を3月から値上げしています。値上げの背景には原料となる大豆や菜種の価格上昇などがあります。原料の価格上昇が収まらないことから3社は6月にもさらに値上げするとしています。